エドワード・オード・クレサップ・オードは、サム・ヒューストン・トリデの設計者であり、アメリカ陸軍の将軍である。セミノール戦争、インディアン戦争及び南北戦争に参戦した。南北戦争の終盤では一軍を指揮し、南軍ドバート・イーリー将軍の降伏を強いた、中心人物だった。エドワード・オードと、家族・オードは、メリーランド州カンバーラウンドで、 ジェームズとレベッカ・オード夫妻の息子として生まれた。家系図では、イギリスのジョージ4世とマリア・フィッツ・ハーバートの被着室子が父のジェームズとなっているが、実際には1757年にミドルセックス州、ワッピングで洗礼を受けた、ラルフ・オードの息子であると考えられている。ラルフは、バービック・アポント・イードの代理人、ジョン・オードの息子だった。オードは、数学の天才とみなされ、 アンドリュー・ジャクソン大統領によって、陸軍士官学校入学指名を受けた。ウェストポイントでのルームメイトには、後の将軍ウィリアム・シャーマンがいた。1839年に卒業し、第三アメリカ砲兵隊の将位に任官された。フロリダ州で、第二次セミノール戦争を戦い、中尉に昇進した。1847年1月、ヘンリー・ハレックや、ウィリアム・シャーマンと共に、 上記戦歴ト東号でホーン岬を回って、航海した。カリフォルニア州モントレイに到着し、第三アメリカ砲兵隊会大隊の指揮を取り、マービントリデ完成の命令を受けた。この砦はハレック砦と解明された。その建設をオードと、1865年2月17日、この砦はオードバラックスと解明された。 カリフォルニアゴールドラッシュが始まり、物価が跳ね上がった時に、オードもカリフォルニアにいた。その軍人としての給与では、日々の追悼も、ままならなくなり、上官は、若い士官がその収入を補うために、他の仕事に就くよう勧めた。1848年秋、オードとシャーマンは、ジョン・オーガスト・サッター・ジュニアに雇われて、アメリカ公兵大隊のウィリアム・ H ・イ・チワーナー隊を、助けて、 サクラメントの街を測量し、後のシュートとなる街の広範な中心街区を作り上げる地図作成に貢献した。オードはまた1848年7月25日にはカリフォルニアのゴールドクリックシルバー地区の地図も作成した。後にロサンゼルス当局が公有地を売却するために測量をする必要があり、オードが測量士として雇われた。オードは リッチ・ハットンを助手に選び、二人で1849年7月と8月にロサンゼルスの地図を作成した。二人の努力のおかげで、歴史家たちは19世紀半ばのロサンゼルスのプエブロがどのようなものであったかをかなりよく知ることができている。オード中尉はプエブロを測量し、助手のハットンはプエブロの多くのスケッチを描き、オードの測量に基づいて最初の地図を書き上げた。 ロサンゼルス私文書法観光は、オードの測量に基づくハットンによって制作された、現地図が残っている。オードは、この測量の仕事で3000ドルを得た。オードは、太平洋岸北西部で勤務している間の1850年に、大尉に昇進した。1854年10月14日、メアリー・マーサートンプソンと結婚し、13人の子供に恵まれた。1859年、 バージニア州、モンロを取の砲兵学校に通っている間に、アメリカ合衆国陸軍長官、ジョンブ・キャナン・フロイドに招集されて、ジョン・ブラウンによる、ハーパーズ・フェリー襲撃事件を鎮圧するように言われた。しかし、ロバート・イーリー大佐が先にハーパーズ・フェリーに到着し、リーはオードに電報を打って、事態は平常に戻っており、オードとその部隊は、ハーパーズ・フェリーに来る必要がないと伝えた。 オードたちは、ボルティモアのマクヘンリートリデに泊まるよう指示された。エドワード・オード南北戦。この任務にある時、1861年秋のドレーンズビルの戦いで頭角を現した。1862年5月3日、オードは、志願兵の少将に昇進し、短期間、ラッパ・ハノック軍管区で勤めた後に、テネシー軍第2師団の指揮を任された。 ユリシーズ・グラント少将が、ウィリアム・ローズ・クランズ少将の部隊と共に、オードに2個師団をつけて派遣し、ミシシッピ州イルカでスターリング・プライスの部隊を止めさせた。おそらくは、音響陰影のために、大砲の音が届かなかったので、オードの部隊は参戦することなく、ローズ・クランズ隊だけで戦った。オードは、また第二次コリンスの戦いでも戦闘に参加できなかったが、 退却する南軍とハッチー橋の戦いで交戦した。そこでオードは重傷を負い、短期間ではあるが、野戦指揮官から離れるしかなかった。グラントがその配下からジョニー・マクラーナンド少将を解任したとき、ビックスバーグの包囲戦で最後の数日間、オードはタイミングよく、第13軍団の指揮官に着くことになった。ビックスバーグ陥落後、オードは、 メキシコ湾岸軍第13軍団指揮官に止まった。1864年、オードは東部戦線に転任となり、第18軍団の指揮官に就いた。その軍団は、クレーターの戦いの時も戦場にいたが、戦闘に、能動的に関わらなかった。1864年秋、チャフィン農園の戦いで重傷を負い、1865年1月まで、実戦に戻れなかった。 オードの軍歴は1865年春が頂点となり、アポマトックス方面作戦の時に、ジェームズ軍指揮官となった。オード軍のジョン・ギボン少将の軍団が、ピーターズバーグ突破で重要な役割を演じた。4月9日、アポマトックスコートハウスに進軍をして、フィリップ・シェリガン少将の騎兵隊を解放し、リー将軍に降伏を強いた。シャーマン将軍は、常に、 オードの技能を理解しており、その前夜の大変な行軍がリーを降伏させるための重要な要因になったと言った。1865年3月、バージニア州での捕虜交換でオードは南軍のジェームズ・ロング・ストリート将軍と話をした。この会話の中で急戦の話題が持ち上がった。オードは最初の行動はリーとグラントが会談することだと提案した。 ロングストリート将軍はこのアイディアをリー将軍に持ち帰りリーは戦争を終わらせる議論をするために会談の可能性についてグラントに手紙を書いたいくつかの文書がやり取りされた後でマクリーンハウスで会談が持たれることで合意されたオードはリーが降伏したマクリーンハウスに同席しておりしばしばこの出来事の絵画にも描かれている降伏の儀式が完了すると オードはリーが座っていた大理石製天板の宅を40ドルで買って土産にした。この宅はシカゴ歴史協会の南北戦争の間に置かれている。レコンストラクション時代、オードはユリシーズ・グラント中将からリッチモンドに本部がある占領軍の指揮を任された。その後、オハイオ軍管区の任につき、1866年9月に志願兵の助隊となるまで続けた。 1865年11月、中佐の任官を受け、ハッチイバシの戦いで、正規軍の順将、ハリソン取手での攻撃で、志願兵の名誉少将と、すべて1865年3月13日付で任官された。その後、アーカンソー軍艦区指揮官、第四軍事地区指揮官及び、カリフォルニア軍艦区指揮官を務めた。 オードは1871年12月11日に、プラット方面軍指揮官となり、1875年4月11日には、テキサス方面軍指揮官となった。この職は1880年12月6日の退役まで続けた。テキサス州で勤めている間に、サムヒューストントリでの建設を監督した。1872年1月、オードは、 ネブラスカ州南西部の平原で、ロシアのアレクセイ・アレクサンドロビッチ大公と当時のアメリカの著名人と共にバッファローガリエ遠征の一員となった。その中には、フィリップ・シェリダン、ジョージア・ームストロング・カスター・チューサー、バッファロー・ビル・コーディ、ワイルド・ビル・ヒコック及びテキサス・ジャック・オモハンドロがいた。オードは1 8八十年に名誉少将で軍隊から退役したが、この時シャーマンはオードについて、 彼は軍務のあらゆる苦境を経験し、やわなあるいは派手な任務はなかった。彼は常に辛い任務が予測される時に呼ばれ決してひるむことはなかったと記した。1881年、オードはグラント・とジェ・イグールドが所有するメキシカン・サザン鉄道に土木騎士としての使命を受け入れ、テキサス州からメキシコ市シィまでの鉄道を建設した。オードは1883年に キューバのハバナで、黄熱病のために死んだ。その死に際して、シャーマン将軍は、少年の時から慣れ親しんだので、彼ほど無視で、男らしくまた愛国的な者はいなかったと証言すると言った。オードは、アーリントン国立墓地に埋葬されている。ありがとうございます。